明日が天気いいらしいですよ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。冬の亀山は雨だと中止です。いや1月ですね、はい、ついに始まりましたね。12ヶ月、毎月亀山いきなり中止という事態。いやいや中止じゃないんで、もうコンクルージョン。これね、正直雨降ってると1月は、ラストまではやれませんよ。いやでも小森さんだったら朝一1時間で決めてくれるんじゃないかなと思って、早い時間に釣って、はい、で今日は僕が釣るのはもちろんなんですけど、僕も初バス釣ってるんで、はい、まだ初バス釣ってないという釣り子さんに、はい、魚を釣ってもらって、はい、とっとと帰りましょう。もうちょっとほっと俺今年1匹も魚触れてないんで、もう小森さんに頼るしかないなと思って、はい、来てみました。とにかく1日はやれないところで、はい、僕の経験上本当に1月の雨の中、はい、この程度の雨でもですよ、はい、1日は無理です、はい、手が動かなくなるんで。そうですね、はい、若くても無理ですこれは、はい、なので、まあ早く釣って、はい、早く帰るか休憩しながらやるか、はい、いずれにせよもうちょっとやる気ないものです。いや、やめてください。ちょっと朝今年一発目の、はい、実直企画なんでお願いします。はい、まあ頑張りましょう。はい、はい、ありがとうございます。はい、おーい、1月の亀山攻略について伺いたいんですけど、はい、ここで1月はほぼノーフィッシュになったことがありません。はい、やっぱり風が強いとか、やっぱり、まあ、ゲストさん経験がなかったりしない限りはガイド中でもゼロはあんまりいないんですけど、はい、まあ、ほぼディープですよね。はい、まあ、毎年レンジは変わってきます。7メーターから11メーターぐらい、はい、まあ、年によって違ってくるんですけど、はい、まあ、どの年でもそのレンジ全部魚います。はい、だけど釣りやすいレンジっていうのがやっぱあって、はい、今年はちょっと深めかなとか、はい、そういうのはありますね。はい、でディープをレッグワームでやってたらまず外すことはないんですが、はい、まあ、みんなレッグワーム投げてるんで、はい、ちょっと釣り勝とうと思ったらその中でやっぱり魚の多い、はい、ブレイクが水中にあると思うとか、はい、立ち木とか、あるいは、まあ、みんながレッグワームやってるところでちょっともうちょっとレッグワームその横の動きよりももっとスローなアクションであったりとか、もっとボトムタイトルあるアクションであったりとか、そういったの混ぜていってちょっと数を伸ばしていってっていう感じで、大体1日まあ1から5っていう感じなんですよね。あ、5ってありますか？あ、ありますよ。ただ5を釣れる日はやっぱ条件があって、はい、あったかい日が続いた中にある一番いい日です。じゃあ今日ですね。今日はこれないでしょ。昨日からちょっと一昨日ぐらいから天候回復してかなりあったかくなってきて、昨日が一番暖かかったのかな。今日はもうこの時期ありがちな関東南部房総半島沿岸だけ雨っていう、太平洋上の前線がこうかかってしまうっていう、まあ、これ結構春にかけてありがちな天気なんですけど、で明日はまた天気が良くなって暖かくなるんですけど、今日これ雨は冷たい雨じゃないんですけども、まあ、その冷たい雨っていうのはイコール雪ですからね。この時期としては冷たい雨じゃない。今気温が4度、亀山ダムと気温マイナス7度ぐらいまで下がるんで、4度だと暖かい雨に入るんだけどあまり良くない。でここからの明日の天気のお昼ぐらいは最高にいいだろうと思うんで、明日にしましょうか。いやちょっとこの雨の中の極寒亀山攻略っていうのがやっぱり一番楽しい釣りじゃない。カメラ壊れ始めてません？いや、カメラまだ大丈夫です。鍛えられてるんでよろしくお願いします。いや極寒ですよ。手先が冷えるんで、手足が、はい、その冷えに対応しないとリグも扱えなくなる。かかった魚バイトが出ても合わせられなくなる。はいはいはい、ほんと短期決戦ですよ。わかりました。ちょっとやってちょっとやってっていう感じでやっていかないと、はい、まあ、こんな日がトーナメントだったら僕は手を温めながらもうやるんで、はい、ほぼ移動中手を温めてるだけになると思うんですよ。はい、なのでちょっと装備不足だよこれ。いやどうせだったらやっぱり一番厳しい状態で行きたいですよね。そんなこれは釣れるよっていう状況で釣れてもあんまり、カッパーとかならなんとかなるんだけど、雨は人間的な問題があるんで、メンタルからやられますからね。メンタルというか本当手足が動かなくなる。物理的に体が壊れてくる状況ですね。20代の時任せましょう。いやどうせやるんだったらもうこんぐらいきつい方が、老人には初老には無理です。いやまだまだまだもう日本で一番、東日本で一番強いプロの方に
初バス釣らしてもらうって企画なんで。あ、まあとにかくやっぱり条件こうね、魚が人間的に寒いって感じるかどうかっていうのは別として、はい、人間がやっぱり辛いと思う日は厳しいです、はい、つまり風が当たってるとこは釣れなかったりとか、風が当たっててもディープサイドが来てるんで釣れるんですけどね、はい、まあここきついよねっていう場所ではやっぱ釣りづらいですよね、はい、風が当たってるシャロー、はい、ミドルとか、はい、雨の日、曇った日っていうのはやっぱ釣れなかったり、はい、日中とかでもやっぱり風が吹き始める10時ぐらいは釣れなくなってしまう、はい、でやっぱ水温が一番高くなる2時から3時ぐらいはちょっとチョコが出たりとか、はい、あるいは朝ですね、はい、日が差した瞬間とかチョコが出たりするんですけど、はい、まあ、今日に関してはこのメリハリがないんで、はい、まあ、いつ出ても一緒かな。本当ですか、はい、でっかいの狙うだったらこういうなんですけどね、はい、まあ、なかなかそれは当て物になってしまうので、はい、冬の釣りとしてはやっぱり適切ではない、はい、やっぱりディープでしっかり釣っていくっていう方が冬場の釣りとしては向いてると思うんで、はい、まあ、やるのはやるんでしょう、うん、いや、はい、はいはい、大丈夫ですよ。じゃあ分かったら行きましょう。今日お疲れ様でした。お疲れ様でしたいや行きます、行きます、行きますよ。雨の亀山ダム攻略編。いや、まあ、昔から冬の取材ってよく受けることがあるんで亀山であるんですけど、はい、私すっげえ虫歯が痛くなっちゃって、はい、朝着いてた時にはもう痛くて釣りができる状態じゃなかったんで、はい、雑誌社来てるじゃないですか、はい、で1本でいいんで、すいません10分で終わらせますんでって10分で終わらせたことが1回あります今日もうみっちり16時までやるんで。いや、それはないですね。お願いします。16時までやりません。はい、それは無理です。はい、まあ、午後結構降るって言ってるんで、はい、短期決戦で本当に。わかりました。はい、行きましょう。はい、これただの雨じゃなし、伝わりにくいと思うんですけど、気温4度の雨っていうのはね、ほとんど雪と雨の境目みたいなものが降ってきてるんで、はい、まあ、手に当たり続けるっていうことを考えてもらえれば、はい、どんな状況か分かるかと思います、はい、かつて雪の中でもやってきましたけど、はい、なかなかしんどいですよ雨は。雪の方が楽ですよ雨は濡れていきますからね。はい、ちりちりお願いします。お願いします。じゃあ準備しましょう。はい、じゃとりあえず、スピニングタックルを、はい、1セット、はい、2セット、はい、個人的に気になってるのは今ちょっと減水傾向なんでカバー、はい、増水傾向の時はちょっとカバーも冬場は、はい、まあ、ちょっと無限なんでやってられないですけど、はいはい、減水傾向になってくるとカバーが限られてくるじゃないですか、はい、そうなると釣りやすくなってくるんで、はい、冬場でもカバー、はい、それからまあミドルからディープにかけての巻物、はい、っていうのもリアクション的にやってきてもいいんですけど、はい、可能性があるのはディープクランク、はい、それからビッグベイト、はい、それから、まあ、12月中だったら羽物とかもあったんですけど、はい、まあ、羽はないかな、はい、あとは僕はあんまやんないですけどアラバマリーグ、ちょっと魚を寄せる力があるものは、はい、冬場結構効果的じゃないかと、はい、でまあ、その中で僕よくやるのはビッグベイト、やっぱり巻き系のビッグベイトなのかスロー系のビッグベイトなのかはちょっと水の状況色を見ながら、クリアだったらちょっと巻き系、マッティだったらスロー系のビッグベイトっていうのはたまにあるんですけど、まあ、出ても多分乗せられないと思うんですよね。あとジャークベイト、ジャークベイトも多分浅いところでベイトが絡めば冬場でもそういった釣りはかなりあるんですけど、まあとにかくディープのライトリグ、はい、これをしっかりやっていくことの方が大事で、はい、プライベートの釣りだったらそれが8割から7割ぐらい、ガイドだったらもう9割から10割ぐらい、試合でもやっぱり9割ぐらいはもうライトリグで取った人が上位に行けると思うので、しっかりとディープで釣っていきたいと思います、はい、じゃあ準備してきてください。コンクルージョン。コールさん、朝一はまずどこに？ディープからやっぱやっていきたいと思います、はい、まあこの天気なんでジャックベイトとかからやっていきたいっていう気持ちもかなりあるんですけど、はい、まあとにかくまずは釣り光さんに釣ってもらわなきゃいけないんで、はい、ディープからやりましょう、はい、あ、今年から釣り光る TV になった。釣り光 TV で釣り光るになりましたね、はい
突っ込みます、突っ込みます、突っ込むと思うでしょ、はい、突っ込まないのが突っ込みですよ最近の流行ってるでしょ、突っ込まない突っ込みって、はい、この前だんだんを徹底的にやったら全然当たりなくて、だんだん終わってますね。でなんか松下前行ったら本当気配あり、松下前も、はい、あのお正月から1月頭にかけて基本的に安定してる場所なんですけど、はい、あの欠点が一つだけあってね、はい、人が多いんです、はい、なので僕は基本的には朝一入ることはあるんですけど、はい、あんまり今の時期ってそんなにメインには考えてね、ただまあ始まった経験が多いのはあの松下前のイゲサーまでのバンドの中っていうのは僕始まった経験はむちゃくちゃ多い場所ですね。ただねやっぱね冬の釣りってのは秋からの流れが絶対あるんで、はい、秋からやっぱり良かったところが絶対にいいに決まってるんですよね。だから11月ぐらいから翌年を見越して刷り込んでいくっていうのが重要って感じですかね。もっと言っちゃったらスポニングの時期からでしょ。あ、春からのつながりでその年の傾向を、来年その次の年の傾向まで、はい、湖が もしですよ大きく増減水しなかったら、はい、もうおそらく今年スポニングベッドが一番あったところの近くが一番増えても釣れると思いますよ。あ、そういう見方されてる、はい、それでやっぱ増減水があったりするから、うん、魚動いちゃうんで、はい、一概にはそうは言えなくて、はい、エリアの傾向が年によって変わってくるけど、はい、今年はこの辺バス多いよねってエリアは絶対あるんですよね。ただ亀山ダムの場合は正直言ってそれを感じるほど魚がどっかに集中しているような感じは上流以外は感じません、はい、上流に関してはやっぱそれなりのコンディションの魚が溜まってる時あるけど、通年通してどのエリアにも魚はいますよね。ああ、でかい魚がって言われるとちょっとわかんないですけど、ただ例えば今このジャークベイトで出る魚がじゃあどこにいるかって言われると、それは結構エリアが決まってくるかなと思ってます。ああ、ディープなのがね、どこやってもぶっちゃけ一緒ですよ。ああ、食わせやすいか食わせにくいかだけです。ああ、ジャークベイト？ジャークベイトは釣れない。ジャークベイトだとそれワンテンジュニアですか？これ多分今年出るであろうと思われる新製品です、ね。あれそれちょっとこれまだちょっと見せられないですかね。なんか微妙に違うなと思った。そう、ワンテンジュニアのちょっと深いバージョンなんですよ。これ映ってない分にはそういう名前は出ちゃって名前も分かってないから、はい、ワンテンジュニアじゃないぐらいにしといてください。ワンテンジュニアウェアウェアにしといてください。難しい。ウニャウニャウニャっていうのは入るじゃないですか。まあ名前が決定してからだったらあれだけど。ウニャ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 って、はい、名前も発売って決まってないので内緒だそうですって言ってるけど。ワンテンジュニアの派生モデルがもしかしたら出るかもっていう。かも。正直もうミステリアスな状態ですよ。はい、ただメガバスさんはね、やっぱしっかりしてるメーカーなので、はい、しっかりと多分出してくると思いますよ。嘘ですよ。いや、どうせ使えないんで。ネタ、喋りのネタ的に。このブッシュ周りをね、後でライトリグもやってみたいんですけど、はい、ここをね、よく。てか僕ディープをやるって言いましたっけ、さっきディープやるって言ったの言ったのか、あのいやというか ライトリブで釣りヒカルに釣らさなきゃいけない、釣りヒカルに釣らせるっていうのもありますね。ディープをメインにやってきますんで、シャローに侵入してますけど、これなんか投げていいよって投げます。ちょっとね、天気がこんなんだから、まあ朝一のこれありますよね。そう、巻僕がこうまだやる気があるうちに寒くならないうちにちょっと巻いとこうと思って。ああ、うーん、来ました。来たら大騒ぎですよ。
それは昔からある沢ですよね。これシャロークランキング。ああ、ですよね。ありがとうございます。まあ、こんなに曲げても、魚が寄ってくるっていうのはやっぱりタフグランプリの特性ですよね。これはね、僕の今後の、まあ今のやってるモデルもそうなんですけど、しばらくはね、このブランプスがいいなと思ってるんですけどね。まあ、今だから言いますけど、まあ年末ちょっと前ぐらいから、今年の冬、あ、ここでかいの溜まってるなと思ったのが、この水産センター対岸の、寺田のフラットですね。はい、で、まあ、フラットっていうような、フラットっていうよりも、まあ、向こうの崖が見えますよね。はい、あそこにチャンネルがぶつかって、橋の下から、まあ、ちょっとずつこっち行って見えにくいと思うんですけど、そこの竹山の岩盤なんで、はい、そこの岩盤にぶつかって、もう一回ホテル下にこう行ってるっていう、こう蛇行してるこの、チャンネルの、インサイドの掘り残しというか、はい、張り出しですね。はい、ここ結構魚が、でかいのが溜まってます。まあ、毎年冬よく釣れる場所なんですけど、うん、今年良くなった理由っていうのはおそらく、早い時期にちょっと冷え込んで北風が強くなった日があったじゃないですか。ありました。今後の魚が寄ったんじゃないかなと思ってます。そっち側激荒れでこっち側ベタナギっていう光景を何回か見たんで、はい、これ魚溜まってるかもなと思ってやったら、まあ、年末最後の方は40アップが、やれば必ず40アップっていう場所だったんですね。あ、小森さんの SNS でなんかいつもいい、太い魚。太い魚上がってましたよね。はいはいはい、あれずっとここです。で、まあこういった場所が、まあ、発生するわけなんですけど、まあ、もうちょっとパワー落ちてます。はい、てか魚食わなくなってるし、はい、動いちゃってるんで、はい、まあでも、いれば、でかいかもしれないんで、はい、まあ船を、最初はですね、船を11メーターぐらい止めて、はい、8球ぐらい投げていただいて、はい、ダウンヒルに狙っていきたいと思います。はいはいはい、この場合はレッグアームのダウンショットとかでもいいんですけど、はい、まあ、ボトムでネチネチやってればいいかなと思ってます。はい、で、ダウンヒル狙うときは結構リアクションの要素が強くて、はい、レッグアームとかでポン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 ってやっていくと結構ポンって食ってきたりするのがあります。で、あとはボトストですね。うん、ボトム付近を、まあ、ネコリグやジグヘッドで丁寧にトレースしてやる。ストローシェイク？ストローシェイクじゃないです、これは。あ、これ横に動かす。横に動かす、はい、で、それで食わなかったら今度は浅い方5メーター、6メーターでボードポジション取って、8、9、10、11に投げ込んで、アップヒルに何かに引っ掛けながらシェイクする。はい、これやると1点シェイクができる。その時にストローシェイクっていうのが効いてきます、はい、で。その2つのアプローチでこのポイントをまずちょっとやってみたいと思います。はい、わかりました。風がないんで丁寧にできると思います。お願いします。僕はちょっとジグヘッドでリトレーターでやってみますね。リトレーターですか、じゃあ。はい、このね、リトレーターっていうのがまたなかなかすごく優秀なワームで、はいはい、まあ、ホッピダイスってゲイリーで作ってるんですけど、これはゲイリーで作ったワームの中では本当に僕はこれは愛してやまないワームですね。いろんな使い方ができます。スモールラバージグトレーラーとして作ったんでしょうけど、単体でもちろんキャラとかでも釣れるし、ダウンショットとかでも案外ダウンショットも効きますね。霞水系でそれのダウンショットですごいお世話になってる。あ、そうなんですね。エビ系ですもんね。はい、それでちょっと重めの森でピュンピュンってやるとなんか難しい時期に結構連発したっていうことがあって、はい、結構ね、その釣れるんですよ。小森さんの好きな、はい、シュリンプをさらに小型化して、そうですね、まあ、増やした印象なんで、なんか使いやすいなと思って、はい。で、ダウンショットならシュリンプでもいいんですけど、はい、シュリンプのジグヘッドはちょっと扱いづらいんで、はい、扱いづらいっていうか、フッキングが悪いのかな。ちょっとやっぱりジグヘッドだと、ちっちゃい方が僕はフッキングがいいかなと思ってます。オフセットとかでね、フックポイント後ろに持ってくるんだったら、はい、全然ジグヘッド、シュリンプでいいんですけど、はい、ジグヘッドの時はディトレーターの方が好きですね。今色がね、スモークとか使っちゃったけど、あ、佐山さん、それももっきりクロスキャストってやつですね。え、クロスキャストですね。クロスキャストですか。もう雨が強くて、もう何、どこに小森さんの糸があるのか。釣りヒカルさん、そっちの方が大丈夫です。はい、こっち、こんぐらいですか。はい、あ、もうちょっと右側でいいよ。両手右でチャンネル。今12メーターなので、急に投げるような感じで投げる。あ、はい。こうポイントの目印にしてた木がひっくり返っちゃって、はい、台風で
あそこで3本クヌギが並んでたんですよ、慎重に。はいはいはい。1.5 メートル大きいクヌギがポンポンって3本溜まってて、はい、3本クヌギって僕は覚えてたんですけど、はい、その3本クヌギから、まあそこの川があるんですけどね、はい、ちょっと見えにくいですけど、その川のピークに向かって一直線にブレーキが入ってる感じだったんで、こうやって覚えてたんですけど、クヌギがなくなっちゃったんでね。あそこの水の川流れ出しのところはなんかハイシーズンによく、朝市とかいい思いさせて。流れてる時はレザーに入りますよね。はい。もう帰りましょうか。自分寒くなってきまして。え？雨降ってるんですか？全然感じないですけど。雨は降ってないんじゃないですか？雪これ。いや。全然。あ、でも、そんな、もう嫌だっていう手の寒さじゃないですか。まあ、手もまだね、気温が高いですからね。持ってる感じですけど。で正直ね、今日僕は雨で、ね、なんでこんなに嫌ってくるんですけど、予報は晴れだったんですよ、昨日の時点では。はいはいはい、昨日の時点では、今週は暖かいって言っていて。言ってましたね。はい。まあ、その暖かい中の一番真ん中になる今日は一番暖かいだろうという予報で、はい、それで、まあ、来ようかっていう話になったんですけど、はい、朝、こっちに向かってる最中にラジオを聞いたら、はい、関東は昨日より体感で5度以上寒い一日になるでしょうと、はい、まあ、昨日かなり暖かかったんで5度ぐらいなら大丈夫かと思ったけど雨が降るでしょうって言われて、はい、あーこれ体感5度じゃねえなと、指先多分体感、昨日より10度以上低く感じるだろうなと思ってたんですが、まだちょっと今はポカポカです。なんか雲が張ってる分放射冷却がなかったからまあポカポカですね、うん、まあ、この後いやってなってくると思うまでは何時間もっとわかんないですけど、はい、ただその雨の準備をしてないって言ったら失礼な話になっちゃうんですけど、はい、まあ、準備はしてますけどね、はい、完全に雨を降る中でやるっていう心構えもできないんで。心構え重要ですよね。重要ですよ。ちょうど昨日7、8年前の Facebook こんなことがありましたってのが出てきて、はいはい、ハブカップでスーパー大雪が降った日でしたね。ああ、ありましたね。7、8年前に。はい。帰れねえよ、みたいな、ちょっと時は。ありましたね。時は僕、笹刈り釣ったな。なんだこれは、みたいな天気。あれ以降、ハブカップ3月とかになったんですよ、確か。ですね。イガラシカップが1月になった。そうなんですよ。コンクルージョン。コールさん、そろそろ釣っていただいて大丈夫です。早いな。はい。もう、釣っちゃってオッケーですよ。カメラ回ってそんな簡単に釣れるか。しっかりボトム取ってください。ボトムをしっかり取る、はいはい、そこから横に動かしていく分にはちょっと宙に浮いてもいいけど、はい、とにかく一回しっかりこう取ってそこ付近をずっと行って、はい、スピードで泳がしてやるっていうのが大事です、はい、わかりました。当たりはどんな感じで出ると心構えしておけば、このねボトストの、レッグアームダウンシットじゃないこのボトスト系に関しては、はい、当たりはギュッと重たくなるよりももうちょっと激しくグッと持ってかれます。あ、ひったくるように持ってかれると思います、はい、要はリグがね宙にフリーに完全に浮いてる状態で食ってくるから、はい、バスがダイレクトに重みっていうかバイトになって伝わると思います。抑え込むような感じ、はいはい、ギュッと引っかかってる感じ、はい、ダウンショットだと進化がそこについてるから、はい、もっとなんかそのボロ切りや雑巾が引っかかったような感じに感じるんですけど、あれよりは明確ですね。小森さんの現行の機種で、はい、今自分ネコリグやらせてもらってるんですけど、はい、やるとしたらどの番手が、ネコリグをどう扱うかなんですよね。あ、はい、目視できるようなエリアで一箇所で止めたり壊したりしたいときはレスポンスのいいちょっと固めの竿の方が食ってからフッキングまでのレスポンスがいいじゃないですか、はいはいはい、なんですけどこういうディープとかでやってるとネコリグが中層にどっか行っちゃうんですよね、はいはい、そうした時はやっぱり相当タッチができるレギュラーテーパーなもの、うん、この 64LS っていう竿は多分こう横方向にライトリグを動かすにはかなりいいと思います、うん、はい、ただオフセットをかけに行くんだったらやっぱり 60LS の方がしっかりかけていけるんで、はい、ネコリグはマス張りですから 64SULS で、はい、64SU じゃない 64LS で新しいコンクリートの短い方、はい、竿でいけるかなと思ってます。これね、ちょっと後で使ってもらいたいですけど、はい、意外と何でもいけちゃう、はい、そう、今日は、はい、コンクルージョンロッターも小森さんのセッティングで小森さんに借りてやろうっていう。なるほど。なんだったらゼノンも使っちゃおうっていう。ゼノン付きのやつ、それも使ってもらってもいいですか。はい。
ゼノンの使い心地、素人が触ってみた。ゼノンね。喋れることでお願いしますね。喋れることで。ゼノンね。これなんか悪いこと言いそうな気配がする。コンクルージョン。抜けないな、この雨雲。この雨雲もダメですよ、ね。風が吹いてないから停滞しちゃってますね。風が吹いたら終わりでしょうもん。うん。お部屋が儲かりまくりですよ。あ、なんで風が吹いたら桶屋が儲かるか知ってますね。知らない。風で桶が飛んでいくからですよ。そうなんですか。単純でしょ。本当そうなんですか。本当そうなんですか。いや本当は、うん、風が吹いたら砂が舞って、はい、砂が舞ったら目を不自由にする方が多くて、はい、目上を不自由にした方は三味線一気になるんですって昔は。はいはいはい、あんましとか、はい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 、なると三味線で猫の代わり作るじゃないですか、はい、だから猫をいっぱい捕まえなきゃいけなくなるとネズミが増えると、はい、ネズミが増えたら桶をかじるっていう、はい、全然違うことから全然違うことにつながるっていうその例えなんですけど、ね、いいな。でも風が吹いたら桶が飛んでいって桶、はい、が儲かるっていう単純な考え方もあるなぁと言われて最初あそうなんだぐらいしか思わないんですよ。何のひねりもないなと。いやーちょっともう雨降んとやめてほしいな。釣れないね、これ釣れないですか。ここね、比較的個体がでかいんですよ。はい、今まだ水温 8.5 度とかなので、はい、まあでも 8.5 度だいぶ冷えましたけど、まあ、泳いでると思うんです、魚は。で、いれば結構すぐ食います。はいはいはい。はい、なんですけど、まあ、ピンスポットやってるわけじゃないんですけど、大体この辺やってれば、はい、いれば何とか投げてれば絶対バースを泳ぎ回ってるに遭遇するから、はい、よっぽど運動悪くないと、でも魚の後ろばっかり投げちゃうってことないと思うんで、はい、まあ、結構比較的いつも入ってすぐ釣れます。その中層からそこに追わせて、そこでたまたま食わせるって感じ。そういう感じですね。はい、ただ比較的、まあ、まだアクティブな魚のサイズなので、はい、で横にアクションさせてやって、はい、誘ってやってる方が食わせやすかったり発見しやすかったりするのですけど、やっぱり天気がこうだとちょっときついなぁと思ってますね。冬でも曇った時の方がいいって昔思った時あるんですけど、あ、まあね、冬は風が吹かなければ曇ってる方がいい。風か雲かだったら雲を取ります。だけどやっぱ晴れてる時の方が超風出てますよ。あ、そうですか。圧倒的に降ってますね、晴れてる時には。ここ15年のデータ見ても、うん、やっぱ暖かいね今日っていう日は釣れてますよ、ね、あ、寒いね今日っていう日はほとんど釣れてません、うんうんうん、この前シクメルリ食いましたもんね。シクメルリ食いましたね、マクロでね、はい、その後シクメルリは行ったんですか。行ってないですね。行ってないですか。シクメと美味しくなかったですよね。美味しかったって言ってくださいよ。コバルさん、シクメルリ食いたい、シクメルリ食いたいって言ったんですから。いや、ニンニク食べたかっただけで、やっぱあなた自分でパスタ作ったけど、自分の作ったパスタが一番美味しいですね。あ、最近の小森さんパスタは何が一番ヒットなの？ずーっと僕はあれですよ、ペペロンチーノですよ。あ、はい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 。まあ、唐辛子とニンニクをオリーブオイルで炒めて、あえて、はい、まあ、オリーブオイルに唐辛子とニンニクの風味をつけて、はい、そこに絡めたパスタを塩とバジルで食べるだけですよ。ああ、はいはいはい。以上。以上ですよ。それにブロッコリーを入れたりとか、はい、ベーコンを入れたりとか、はい、最近はジャコを入れてますね。ジャコ。ジャコ。この前見せてもらったのジャコね。そうです。火を止める直前にジャコを入れて、はい、ジャコがちょっとカリッとしたぐらいで、ちょっとコップにあげる、こちらのお皿にあげる感じですね。はい。最近またすごい簡単な料理を編み出して。なんですか。ご飯に煮干しをかけて、はい、煮干しですよ。はい。リコ姉さんと共用してる、はい、健康煮干しってやつを猫と一緒に取り合いしてるんですけど、ね、はい、その上に、山さから出てる、何にでも合うっていう だしがあるんですよ。はい。お鍋に何に、これ一本っていう。あ、それをちょっとかけて、お湯かけて海苔かけてくるんです。はいはいはい、はい。やばいぐらいうまいっす。へぇ、あと豆腐があれば生きていけます。あ、健康的ですね。健康的ですよね。カルシウムも取れそうだし、うん、
あれでも本気でうまいです。うん、山さんの出汁はちょっと反則級ですね。これ一本とか言い出してですね、結構いろいろトライされてるんですね。まあ簡単に作れる料理をいっぱい知ってた方がいいですよ。あ、でも奥様の料理が一番美味しいですよね。僕が作った料理がうまいに決まってる。火種を 99.9% 僕が作った料理がうまいですよ。余計なことは言わないようにします。作ってるもののセンスが違いますよ。センス。年末からハマってたのが、はい、トマトカレー好きです。はい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 、はい、うまかったですね。結構、まあでもこういう時期だからそういうの楽しいですよね、あの料理とか。全然楽しくないですね。料理ってね、作って食べて片付けるっていう三度手間なんですよね。はい、食べるだけでいいんですよ、はい、本来は、はい、で、時間が余ったら楽しむっていうことをやるから食べに行くわけじゃないですか、はい、作って食べる、片付けるっていうのは楽しむっていう時間がどうしても端折られるんですよね。まあ作るとこは楽しいですけどね、片付けは億劫になる気分の、うん、まあ、それはそうですね。男子的には絶対的にそうですよね。で女子的には絶対片付けるのが先で、楽しむ前に片付け始めて鬱陶しいじゃないですか。あ、そうっすね。みんなそうですね。ちゃんと片付けてから食い出したりします。僕ね、多くの女性の方にね、敵に回しちゃうかもしれないんですけど。あ、大丈夫です。うちの動画、あの女性視聴者 3% しかいないんで。片付けは、料理してる最中に可能の限りやって、はい、食べた後はすぐ始めないでほしいんですよ。余韻を楽しみたい。はいはい、ゆっくり食おうよって思う時ありますね。あのファミレスとかでもお酒してよろしいですかって来るのが嫌なんですよ。うん、余韻を、そうですね。そう、まだそれ並び舐めるかもしれないじゃないですか。まあまあそうですね。で、まだこう、ね、うん、ついてるちょっと残ってるソースが舐めたいかもしれない時に、はい、舐めりはしないですけど、うん、美味しかったなーっていう余韻を楽しい時にお酒していいですか、おーおーっていうね、はい、まだ下げてくれるならいいけど、はい、今まで一緒に喋ってた人間が、はい、もう後ろ向いて片付けしてたら、はい、余韻はないのかみたいなね、はい、まさにその小森さんが言ってるのをすごい表してるのが、はい、アウトレイジ2の桐谷健太が、はい、ビートたけしがエレベーターに乗った時にカレーを、はい、ウェイトレスが片付けようとして、はい、まだ食ってんだろって言って叫ぶシーンがあるんですけど、あ、それ見てないから分かんないです。見てくださいよ。まあ、小森さんと言ってる全てが表現されたシーンがある映画なんで。いや、それって魚釣って、はい、よっしゃーって言わずに魚釣ってバーンって逃がせるって言うでしょ。余韻を楽しもうよって。そうですね、写真も1枚ぐらいは撮りたいし、そういうことですよね。あー、でも小森さんのバスプロ選手権で勝ったことによって、はい、今年のアルファが手に入ったことによって、はい、格段に SNS とかの写真が綺麗になるっていうのは楽しみですね。撮ればですけどね。案外めんどくさいですよね、あの重い巨体を。あ、魚もですか。え、カメラ、カメラ超軽いですよ、これ。え、そうなんですか、アルファ。おー、いや、これと変わんないですよね。これ6500。6500ですよね。はい、え、田中さん前セブンじゃなかったでしたっけ。いや、俺セブンじゃないですよ。前からある。ミラーレスです。ミラーレス。はい、え、前からずっとこの APS-C、 はい、フルサイズじゃなかったでしたっけ。フルサイズ使ってないですよ、俺重いんで。あ、そうなんですね。え、これだと何時間かで切れません。あ、今の切れます、これは。ですよね。ここまではこの後の6400から切れないようになってる。ですよね。はい、あの関税が撤廃されて。ですよね。はい、だから小森さんのはずっと取り続けられる。取り続けられますよ。あ、いいっすね。何がいいかってスーパースローが取れるんですよ、これ。あ、いいっすね。今日撮ってもらいたいんですけど、スーパースローでキャスト。あ、はい、あ、撮ります、後で。雨上がった瞬間。スーパースローむちゃくちゃいいですよ。はい。画角変わんないんですか。画角変わんないんです。あ、いいっすね。俺、スーパースローを使いこなせれば、本当、いろんな表現できますよね。ですよね。いや、もう田中さん、そろそろ儲かってるから、釣り子さんも、セブンシーを導入で。はい。いいんじゃないですか。儲かってないですよ。こうやってインスタに上げた集中豪雨じゃなくてギリラ豪雨に巻き込まれるやつもグッテで取り上げられて、それが一番インスタはいいねが多かったやつだ。あ、この前ですか。そうです、3年ぐらい、2年1年半ぐらい前の。ああ、グッティで取り上げられたんですか。はい、グッティ取り上げられたんですよ。
あれ3000以上いいねをつきましたね。その次が馬桜の優勝の1800ですからね。そう考えると。いやいやいや、違う、それそれ。馬桜って。ゲリラ豪雨に負けた感じ。恐ろしい世界ですね。日本の一応頂点ですけどね、それ。ゲリラ豪雨の方が偉かった。しかも年に何回もあるゲリラ豪雨の方。コーレさん、ちょいちょい日本一取ってますよね。まあ僕はもともとそういう星のもとに生まれてるんです。いや今年は小森さん、いや去年もいい成績だった今年は朝倉行かねえだろうって思って、ああ見に行くのサボったら優勝しましたよね、この前。マジかよと思って。なんで決まってるじゃないですか、ここで優勝するんだと。あの時は勝てると思ってましたから。あれ稲葉さんのプラ一緒に乗って、稲葉さんと巻物のプラでやる時呼ぶんですけど、ああ、はい、皆さん今回いいや巻物って言いましたわ。なんでって言ったら、なんかねちょっと見ててください、勝てそうなんですよって言って、やってみてよって1800、1600って連れて、でもう触らないときましょうよって、これ多分勝てるでしょって言ったら、これはすごいねって言ってましたもんね。よし、じゃあちょっと移動しましょう。はい、はいはい。残念、寺田さん今日は魚入っておらず。月下沢行きましょう。コーレさん、ここはどこですか。ここはね、松下ボート前の月下沢っていうワンダの入り口ですね。はい、